ウルキオラに戦いを挑んだイチゴだが、真の姿を見せたウルキオラの力は圧倒的だった。戦いの場へ駆けつけた織姫が見たものは、ウルキオラのセロオスキュラスで胸を貫かれ絶命したイチゴの姿だった。ラスノーチェスの天涯の上に織姫の悲痛な叫びが響き渡る。その時、完全に力尽きたはずのイチゴが異形の姿と化して再び立ち上がった。まさかこの俺がホローと化した人間などにやられるとは。